心丼、石窯カレーうどん、ネギたっぷりですよ。ネギたっぷりだし、デザートもすごいよ。 ね、なんかかき揚げとお餅もついてるし、いいね。お餅はもう私がこの中にダイブさせます。そうね、うん、ダイブ系ですごいんですけど。いいね、すごい。ハンバーグ、サラダ、パニーニ、スープ、ポテイト、オニオンリング、オニオンリングちょっとこれいいかも、充実、ね、いただきます。ネギ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 、熱いかな。私超絶猫舌なんです。猫唇でしょ。猫唇。あくびしい方は悪さすごくですよ。いただきます。やっぱ減ってれば、あの業者呼んで処理してもらえるんですけど、うん、離してくれば。いただきます。ネギがシャキシャキ。あくびしは夜で、めっちゃチーズやん。これでね、あの上で美味しそう。うん、いや、パンとチーズとハム、まずくないわけよ。美味しいしかない。めっちゃ美味しい。当たるよ。ドキドキ。ドキドキ。パーファイブでーす。はい。私がリサちゃんにアプローチを習います。はい、お願いします。師匠お願いされました。お願いします。お願いされました。あいにくの雨なんですが、うん、雨の日、ね、剣アプローチ、はい、剣みたいな感じですかね。剣と教わって、はい、ちょっとアプローチ今後のラウンドに活かせたらなと思います。でもかぶっちゃった。でもゆっこはバリエーションはまあまあ持ってると思う。本当、うんうん、ちょっとその辺も見つつ、はい、行けたらと思う。じゃあ今日の一度の場所ですが、はい、どこですか。新宿から電車で45分、うん、車からでも45分。で書いてあったんです。車からでもね。そう、うん、車でも45分。西武園、うん、西武園ゴルフ場です、はい、所沢市、埼玉県の。初めて来たね、初めて来たんですけど、うん、今日雨でもレストラン結構人、ね、多かった。いました、いました。確かにね、電車でやっぱ、しかも電車でシャトルバスで5分。そうだね、バス出てるのね。なんで行きやすいゴルフ場だと思う、うん、今日は雨なんでね、うん、ハーフラウンドで、はい、はい、教わりたいと思います、はい、寒いんでね、風邪ひかないように、はいはい、ゆっこさんも、はい、はい、です。頑張るぞ、お願いします。あ、頑張るぞ。どう？噛み合ってない。噛み合ってない。あー、狭い。オッケーオッケーオッケー、セーフ。なんかさ、左がさ、魔界みたいに見えない？うぅぴー、100ほぉ。ナイス。でもなんかさ、なんでもないわ。なんだ、150。いいんじゃない？あ、座ってー。 B グリーンにナイスラウン。そうだね、左結構いいと思う。左は、うん、確かに魔界だね、うん、すごい。やっぱ天然なのかな。ちょっと違うよね。あ、
はい、お、あ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 、これリサちゃんって残り30とった？そうだね。フェアテージネットあった？フェアテージネット低い？うん、あ、あるね。やっぱ天然だと思うわ。2、20。そうだね。はい、どこ落とし場所までの距離で考えた方がいいかも、うん、なるほど。どういうイメージで打つ？ちょっとなんか上げるとか低くとか。ね、だいたい多分25ぐらいだと思うんだけど、うん、私あんまもうこのぐらいのやつしか、うん、こんな感じだったら打てないから。 OK OK、 じゃあ打ってみよう。実践。20ヤードぐらい打つイメージがいいです。 OK イメージは取った。あ、でも結果もらってる。トップだけど結果もらいになってる。結果オーライだね、完全に。結果オーライになっちゃった。うん、オッケー、オッケー。サッターは、そうだね、30ぐらいかな。うん。落とし場所、30いかないぐらいかな、落とし場所まで。ちょっとふわっと行く感じで打ちたい。アプローチは基本的にちょっと手前、うん、手前、うんうん、だよね。そうだね。なんか実際の距離よりちょっとマイナス 2,3 くらいとか、そういうイメージ。マイナス5とかイメージより。そうだね、うん、基本的には急カーブ。基本的に、うん、ジャストかちょい手前ぐらいで打ってるけど、うん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 、あまりにも手前にはならないようにはしてる、うんうん、難しい、うん、だから突っ込むところ、うん、突っ込んでいいとこと突っ込んじゃいけないところを判断して打っていくといいかも、うんうんうん、なるほど。すごいからね、番手上げてくださいね。はい。突然のイクラちゃん。突然のイクラちゃんかましてきたね。イサちゃんのパターン参考に結構ガツリと結構ギュギュっていったね。登りが綺麗だね。バッチシだったよ今の。あだますあだます。またね。
あ、結構打ち上げだよ、ゆっこ来てるね、うん、あの刺さるパターンだよ、ボールが。あ、出たつってね、ザッザッと刺さったやつでなんかマシュマロ食べてない？え、マシュマロ食べてない今、ま、すぐ気づくからね、次は、ま、ね、あとでやろっかどっかのタイミングもう気づく、マシュマロやられた、完全にやられたよし、もともと日焼けを気にして、うん、両手にして、うん、まあ、そっからもうなんかずっと両手両手、うん、でも雨の日はなんかでも絶対どう形の方がいいような気もしなくないんだよね濡れるからさ、うんうん、あ、これは滑らないやつ、これは滑らないやつ、うんうんうん、フットジョイ、かもしれない、なんかね、たまに引っ掛けてる、あ、そう、そう、うん、ちょっと怖いね、ね、登ってるわ。